どうもリンンカ中村ですさあ今回はですね「知っていましたか?」10月月は転換月間というテーマでお話をさせていただきますあなたはご存知でしたでしょうか毎年10月は「転換月間」となっていますそこで今回は転換月間とはそもそも何なのかどんなことをするのか2020年今年は何をするのかこのような内容を紹介していきたいと思います転換という病気を一人でも多くの人に知ってもらう期間であり 転換患者自身が転換のことについてより知る機関でもあります。あなたの転換と生きる人生に好影響を与えてくれるかもしれません。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは転換発作が出てくる映画、彼女が目覚めるその日までの紹介や転換イベント、パープルデーの紹介など転換に関する情報を発信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また公式 LINE では限定コラムなどの情報をお届けしております。 友達登録お待ちしております。それでは、転換月間についてお伝えさせていただきます。まずは、転換月間とはそもそも何か。転換月間、正式名称があります。それがこちらです。転換を正しく理解する月間になっております。1983年に、転換に関する啓発活動を全国で取り組む強化月間として制定されました。2013年から、日本転換協会と日本転換学会が、 教祭で毎年10月に実施していますなぜ10月なのかというと10月は転換協会が設立した月であり初めて学会名で学術集会が開催された月だからだそうですちなみにこんなポスターを見たことがあるという人もいるのではないでしょうかこちらは転換月間の啓発ポスターになります1 100分の11人の部分が人間で表現されていてかなりインパクトが強くて僕も すすごいい素敵ななポスターだなと感じていますこんな啓発ポスターなんかもあり10月は転換を正しく知ってもらおうという期間になっておりますでは続いて転換月間ではどんなことをするのでしょうかこの期間中にはさまざまな啓発活動が行われます大きなものでいうとこれらがありますまずは全国大会これがどういうものかというと交流を深め学び合う会といったようなものになります転換協会は 47都道府県に支部がありますそして毎年10月の転換月間に合わせて全国持ち寄りによる全国大会を開催しています全国大会を開催する目的としては転換のある人々とその家族医療福祉教育等の分野の専門職や関係者市民が広く集い相互に交流を深め転換に関する問題を学びかつ語り合うことによって転換についての正しい知識の普及を 共に邁進し転換のある人々やその家族の保険、医療福祉教育などの向上を図ること地元における転換への啓発運動を盛り上げるとともに他の障害者団体等との親睦連帯を深めることこれらを主な目的としています具体的にはどのようなことをするのかというと記念公演懇親会文化会相談会観光ツアーになっております講演の内容に 熱心に耳を傾ける人がいたり古くからの友人と久しぶりに再会しその間の出来事を語り合う人がいたり分科会で白熱した議論を交わす人がいたり新しい友達を作り全国に交流を広げる人がいたりさまざまな参加方法楽しみ方があるようですこれが全国大会になります続いて行うこととして木村太郎記念賞功労賞労の贈呈がありますこれらの賞が一体何かというと まずは木村太郎記念賞。転換協会の前身の一つである転換患者を守る会の代表でご自身が転換と戦う本人であった木村太郎さんの功績を歴史に留めるために木村太郎さんの名前を拝借した賞で転換のある人々の福祉の増進に大きく寄与した人に贈られる賞になります。対象者は医療、福祉、教育等の専門家、あるいは 社会運動などにおいて10年以上にわたって功績がある人となっています毎年原則1名の方に贈呈されています病院の先生や大学の教授転換協会の方などが受賞されているそうです続いて厚労省ですこれがどういった賞かというと転換協会及び支部の活動に対して5年以上にわたって功績のある人もしくは団体に贈られる賞になります毎年原則5名 もしくは5団体に贈呈されています過去には日本ハム株式会社日本マクドナルド株式会社これらの有名企業なども受賞した経験がありますこのような賞の表彰式があるといった感じになっています続いて行われるものとしてメディアセミナーがありますこれがどういったセミナーかというと報道関係者企業の広報担当者を対象としたセミナーになっています転換を幅広く知ってもらうためのセミナー という感じです転換専門医からの最新情報を聞けるものになっていますそんなセミナーなども開催していますそして中央イベントといいうものもの開催していますこれがどういったものかというと分かりやすい転換啓発イベントといった感じです宣伝者を利用した街頭キャンペーンを行ったりパープルカフェというお店を出店したりパープルカーニバルというイベントを行ったりしています過去の パープルカーニマルのイベントの様子がこちらになりますこのように転換を知ってもらうブースがあったりカフェが出展されていたり転換にもっと明かりをのキャッチフレーズを持つ転換運動マスコットキャラクターの明りちゃんが登場したり賑やかなものになっていますちなみに明りちゃんは永遠の5歳だそうです主にはこのようなイベントを行うようです他にも各都道府県における転換診療体制整備精神保健福祉手帳の 公共交通運賃減額対象を目標とした全国一斉要望運動があったり転換のことをもっと知るための市民公開講座があったり全国各地でさまざまな啓発運動が行われているようですこれが転換月間で行っていることになりますそれでは最後2020年、年今は何をするのか。先ほどお伝えした内容のものが今年も開催されるようです日程や詳細など詳しく紹介していきます。まずは全国大会です 今年は第47回全国大会として東京で開催されます10月30日金曜日31日土曜日の2日間にかけて開催されます場所は東京都千代田区のアルカディア一ヶ谷になりますどんなことをするのかというと10月30日の金曜日にはメディアセミナーが開催されます先ほどお伝えした報道関係者や企業の広報担当者を対象としたセミナーになっていますこちらは 無料でウェブ参加も可能となっています内容としては新型コロナウイルスと転換転換薬物療法の最新事情になっています続いて同じ日に記念式典コロナに負けるな10月は転換月間が開催されますその式典の中で先ほど紹介した木村太郎記念賞厚労賞の贈呈が行われますそして日付が変わって10月31日土曜日にはどういったものがあるのかというとまずは 患者、家族向け学習会が行われます。こちらは事前の予約制となっています。内容としては、転換の最新基礎知識、患者会、親の会活動の今、このようなものになっています。転換に関する最新情報が聞けたり、患者や親同士での交流が行えるようになっているようです。続いてその後に、転換に関する市民公開講座が行われます。内容としては、新型コロナウイルスと転換、高齢者の転換になっています。 新型コロナウイルスと転換の関連について不安や疑問を解消するための基本と実は高齢期の発症も多く近年話題になることも多い高齢者の転換について専門の先生から話を聞くことができますまたこの市民公開講座に関しては YouTube で無料ライブ配信があるようですご自宅からでも参加することが可能になっていますそちらのライブの URL をこの動画の概要欄に貼っておきますので ぜひチェックしてみてみくださいそしてもう一つのイベント中央イベントになります中央イベントでは今年どんなものをするのかというと10月1日から10月31日までの間毎週1回山手線の駅でもある大塚駅前と東京都豊島区にある福祉財団ビル三角広場にて転換月間ポケットティッシュ配布街頭署名活動あかりちゃんと写真を撮ろうこのような 転換啓発活動が行われます以上が今年開催される主ななイベントになりますただ他にも全国各地で行っているものもあるようなのであなたのお住まいの地域でこんなイベントがあるようですよというものがあればぜひコメント欄にご記入いただければと思いますまたこんなイベントがあったら良さそうこんなイベントがあったら参加してみたいそんな意見もぜひコメント欄にお願いいたしますといったところで10月の「 転換月間についいててお伝えさせたただきました冒頭でもお伝えしたように転換という病気を一人でも多くの人に知ってもらう期間であり同時に転換患者自身が転換のことについてより知る期間でもあります啓発運動などが主な活動ですが自分の転換とも改めて向き合う期間としていい機会だと思います転換に関する本を買ってみたりオンラインの市民公開講座に参加してみたりするのもいいと思います10月が 転換を持っている人にとって素敵な1ヶ月になることを願っています。素晴らしい転換月間を過ごしていきましょう。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画を撮るにあたって参考にさせていただいたものはまた概要欄に URL を貼っておきます。この動画が参考になったという方がいらっしゃったら SNS などでシェアしていただけると嬉しいです。また高評価やコメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。